ただいまご紹介にあずかりました東京大学の小池です。本日はこのような機会を与えていただいたことを大変感謝しております。それでは航空機観測による気候・地球ステム科学研究の推進小学会の緊急計画ということでお話をさせていただきたいと思います。この計画は日本小学会の大型研究、日本学術会議の大型研究に関するマスタープラン2017年に小学会からの提案ということで提案していただきましたが、残念ながらですね、重点会のヒアリングには進むことができませんでした。本日はこの計画の概要を説明させていただくとともに、次のマスタープランの2020年に向けてより良い計画するために皆さんからぜひいろいろなご意見をいただきたいさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。すでに坪木先生からも簡単にご説明ありましたけれども、簡単に経緯を説明いたします。実は気象学会は1960年代ぐらいから航空機を持ちたいということで希望を表明していました。1990年には名古屋大学の旧大気水平科学研究所を設立したときに、航空機推進委員会が設置され、概算要求、航空機食用というのを出しましたが、残念ながら実現いたしませんでした。20年余り経ち、2011年に気象学会の学術委員会の下に、航空機観測に関する検討部会を設置いただき、報告書を策定し、マスタープラン2014に応募いたしました。これも残念ながら重点課題に採択されませんでした。その一つの大きな原因といいますのは、航空機観測である実施主体が明確でないということでした。このことを反映しまして、名古屋大学の新しい宇宙環境研究所に、気象台観測推進センターを設置していただき、また、新たな計画書を策定して、先ほど言った2017年に応募した次第でございます。ヒアリングでプレゼンなんかをしたんですけれども、残念ながら採択されたということになります。このマスタープラン2017というのは実は紹介例ということでですね、非常に数限られたものしか採択されなかったんですが、2010年は大会ということで、これが本番ということですね。私どもは準備している次第です。この間、気象学会のスペシャルセッションを含める多くの研究集会ので皆さんにもご意見をいただきました。簡単ですが、この大型研究マスタープランとは謎やということなんですが、これはご存知の方も多いかと思いますが、日本学術会議が3年ごとに公募策定する計画で、大体5から10年、総額数十億円以上の計画をのことでございます。全学術分野ではボトムアップ的に、研究の指針を与えるということで、重点課題として30課題ぐらいが設定されています。で、基本的にはこれ予算化されたことが別と言われていますが、実際には文科省の予算化の、最近のこれが必要条件になりつつあるというのが現状であると思います。提案は学会長などに限られておりまして、これまでは、日本気象学会の理事長からも提案をしていただいております。では実際にその計画についてご説明申し上げたいと思います。この計画の目的は、我が国初となる地球観測専用の航空機を導入し、共同利用の航空機観測により、気候・地球ステム科学研究を飛躍的に推進することです。私たちはこの計画のために、日本地球惑星科学連合の所属の8学会、およびそれ以外の8つの学術団体の研究者と2年間にわたって議論を重ね、このような190ページ余りの研究計画書を策定いたしました。これは現在も地球惑星に発表している研究中であり、多くの国民に届いています。本日はこの計画書に従い、ご説明をしていきたいと思います。本計画の重要性、緊急性ですが、地球環境の変化が社会生活に大きく影響し始めているということを挙げたいと思います。地球温暖化の原因は二酸化炭素の増加でありますが、こちらの図に示されているように、アジアにおける二酸化炭素の吸収活用の推定には大きな不確定性があります。発生源の強度から積み上げたボトムアップ法というのと、大気中の濃度観測から推定したトップダウン法で、ファクター10以上の差があるということが現状です。ではどうしたらこれを改善できるかといいますと、地上や人工衛星ともに航空機観測を利用することにより大きく推定精度を改善するということが、この研究で報告されています。このような正確な推定、吸収推定というのは将来予測や排出対策には必須なことであります。ではなぜ航空機を使うとこういう大きな改善ができるかということについてご説明いたします。
こちらは GEK の CO2 フラックスの推定値のマップです。このようにアジアというのは大きな排出源だというふうに予測されています。しかしながら地上で排出されました CO2 というのは上空に輸送されますと、グローバルに拡散していきます。したがって地上の観測だけではその温室効果機械の排出吸収量の推定をすることができません。また人工衛星観測というのは基本的には地面から大気上端までの積分量を観測しかできません。したがって CO2 が地上付近であるのか上空であるのかその区別をすることができないわけです。 CO2 の大気中の濃度という陸の量の高度分布というのは航空機でのみ観測可能です。この高度分布があることにより CO2 の輸送を考慮した排出吸収量の高精度の推定というのが実現できます。このような見方をしますと航空機観測というのは観測精度を上げる手段ではなくて全く新しい観測量を得る手段というふうに言うことができます。これは言い換えると地球科学が新しい目を持つということになると思います。航空機観測は今みたいな未曽有量の直接観測のほかに例えば台風があったらその場に飛んでって観測する機動性があります。また航空機に多くの測器を搭載することにより多くのパラメータを持つ観測であり同じ航空機から航空機搭載のレーダーライダーのように連続分布を測ったりドロップゾーンであるいは海の中の観測をするようなプローブを投下するそのような同時観測を実現することができます。しかも例えば人工衛星観測などに比べると新しい科学的な知見に基づいた新しい測器を開発する新しい組み合わせで開発を観測をするそういう早期開発、研究サイクルが非常に早く、そういうことが実際に動画の研究などでは行われて、科学が担当している状態でございます。一方、私たちはアジアというのが大きな大事なキーワードであります。これはまさに急激な地球環境変化が進行している。例えば PM2.5 など、今後の話が不可欠になる気になっています。しかもアジアというのは実は航空機観測の空白域です。でこのようにアメリカは、NASA が、それからヨーロッパは、EU が観測しているわけですが、実はアジアの観測では少なくとも行われていません。そういう意味でアジアでの航空観測は日本が果たすべき責務であるとして、国際社会から強く期待されているのが現状です。本研究で、追求する課題としては、地球温暖化の原因となっている温室効果気体、それから、気候変化の最大の不確定要因であるエアロゾルの分布、そして社会的なインパクトの大きい集中豪雨、台風を挙げることができます。また、地球表層システムの重要な、要素であり、これら全てが防災ということに結びついています。気候変化のプロセスというのは、温室効果気体濃度、あるいはエアロゾルの化学組成といったミクロ量に依存しています。実際に気候変化を予測する数値モデルは、これらのミクロ量の方程式で書かれています。これらのミクロ量というのは、航空機でしか観測することができません。航空機観測によって初めて数値モデルに組み込むべきプロセスの可能で、あるいはモデルの検証というのを可能とします。数値モデルは、それらのミクロ量がどうマクロ量に影響するかを評価可能であり、人工衛星観測は、そのマクロ量のグローバル分布というのを日本ではこれまで加減費などごく限定的な限られた予算でしか航空観測を実施することができず体系的な観測というのは実現できませんでした。しかしながら観測技術に関して言うと世界のトップレベルであります。本研究ではこのような日本の強みを生かした統合的な研究を推進するということを目指しております。ではこの1番、2番、3番、4番についてより具体的にご説明したいと思います。航空機観測で特に大きな成果が見込まれているのが気候変化の最大不確定要因であるエアロゾルの分布です。最新の IPCC レポートによりますと、太陽放射を強く吸収する黒いエアロゾルであるブラックカードは CO2、メタンに次いで3番目に強い温暖化効果を含まれ、その削減が温暖化対策としても注目され始めています。こちらは人工衛星によって得られました地表面から大気上端までのエアロゾルの積分量のマップです。
まあ、PM2.5 という言葉に代表されるように関してだが、エアロゾルの高濃度領域ということが分かります。しかしながら、これらのエアロゾルが地球を冷却する白いエアロゾルなのか、地球を加熱する黒いエアロゾルなのか、人工衛星では判別することができません。これらのエアロゾルの判別というのは航空機でのみ可能となります。実際に私たちがこれをアジアで行った1回での航空観測キャンペーンでのブラックアウトの高度分布の例でございます。この当時でおきましては、少なくともこれが世界で唯一のデータセットであり、世界の数値モデルがそれとの比較ということで検証に用いられました。まあ、この図は IPCC レポートでも取り上げていただきました。まあ、このように観測の空気区域であるアジアでの空気観測により、高濃度エアロゾルの影響など未知の現象の発見が期待されています。また世界の数値モデルのブラックアウトのばらつきというのが、短波放射吸収の大気加熱のばらつきを生み、それがもしかすると温暖化時のグローバルな降水量のばらつきの原因となっている可能性などが、例えば国立環境研究所の塩釜先生らの研究によって報告されています。これは違う図でございますが、水に参加した世界十分数値モデルで、この期間においてどれぐらい降水量が変化というのをしたかというのを1から15のモデルで書いてあります。このようにモデル間においてファクター3倍ぐらいのですね、ばらつきが降水量変化に予測されています。一方横軸にはこの15のモデルで、水蒸気やブラックカーボンなどにより短波放射吸収がどれだけ変化したかというモデル間のばらつきを示しています。この両者には良い相関があり、一方水蒸気だけを取ると相関が出ないということから、モデル間のこのブラックカーボンのばらつきというのが、降水量の変化のばらつきを見ているんじゃないかということが示されています。この数値モデルの中、まあ、この中にはですね、魅力のモデルとかあるいは気象研究所の GCM などが入っているわけですが、じゃあそれらのモデルのブラックアウトをどうやって検証しているか、基本的には数少ない航空機観測、グローバルの航空機観測との比較というので検証されています。九州大学の竹村先生なんかも参加されている、エアロートのフェーズ2などにおいても、こういった航空機観測の比較検証というのが報告されています。ではそのブラックアウトのグローバル分布はどうやって決まるか、重要なのがブラックカーボンの降水除去と考えられています。これは私たちがブラックカーボンの輸送効率と呼んでいる物理量の高度分布です。アジアでの私たちの航空機観測と数値モデル計算が書かれています。これは気象研究所の大島さんの分から引用させていただきました。この輸送効率というのは発生源での CO とブラックカーボンの比率と、大気中で実際観測された時の CO とブラックカーボンの比率です。降水を経験したときには CO は除去されませんが、ブラックアウトだけが除去されます。したがって、降水によってどれだけブラックアウトが除去されたか、1からどれだけ減ったかというのを、この量で推定することが可能となります。ブラックアウトの濃度、絶対値そのものを比較してしまうと、例えば数値モデルの中に使われている、アジアから例えばどれくらいブラックアウトが排出されているか、そういった量の不確定性によって、観測値を再現できないということが分かります。しかし、こういう観測量同士の比率などをうまく組み合わせることによって、プロセス、どういうプロセスが大事であるか、その重要性の定量化というのが重要になります。また、数値モデルの中も、そういうプロセスの検証というのも可能となります。このプロセスの検証というのは、普遍的な知見であり、グローバルのブラックアウトの分布の高精度推定につながっていくと考えています。次に、雲の話です。今日もこの後村上先生の方から、詳しいお話し合いをので、簡単にしたいと思います。先ほど申し上げたように放射強制力の最大不確定要因として、まあ、エアロゾルと組むというのがございますが、気候環境の最大不確定要因も、多層になるというふうに言われています。これは雲の放射強制力ですが、特に亜熱帯東太平洋の多層というのは、着目されています。これはその人工衛星の画像でございますが、このように一面白い雲に覆われた非常に反射率の高い、まあ、いわゆるクローズドセルというような雲と、立地の市場になった雲、この黒い部分は海ですが、オープンセルと言われているような反射率の低い雲というのが、想像することが知られています。これは地球の放射収支にとって大事なために、例えば豪華に作られているような
航空機5機が同時に投入されるように大型の攻撃観測が何度も実施されています。その結果ですね、まあ、降水というのが重要であり、もしかするとエアロゾルが多くて降水の場合はこういった結果、エアロゾルが少なく降水しちゃうところができるんじゃないかなということが近年分かっておりました。それと比較するとですね、まあ、この亜熱帯東太平洋、例えば7月で見ると雲量が 70% で、雲放射状、それから90ワットパーヘル、北太平洋というのはそれに比較すると夏にはより大きな雲量があり、より大きな放射状する雲量にもかかわらずですね、ここでの進まれている観測というのはほとんど皆無です。私たちが行ったプロペラ機で行った1回の観測しかデータが存在していません。でこれらの雲というのがどれくらい本当にアジアのエアゾーンの影響を受けるか、あるいは降水した時どういうふうになるだろうか、でこういったことを、この航空観測研究の中ではやりたい、皆さんご自身ですね、ぜひ中央の観測も準備を行っていきたいと思います。実際その1回の行った航空観測の結果はこちらになります。あるウェマ式位置で見ると非降水のレジーム、降水のレジームというのが存在し、降水している場合にはですね、エアゾーンの境界線から非常に効率よく除去されています。エアロゾルが除去されてしまうと、数濃度が少ないので、雲粒数濃度が減り、1個あたりの雲粒が大きくなるためにより降水しやすくなる、こういうフィードバックが行われています。この結果、非降水レジームに比べて降水レジームの中では、雲粒数もエアロゾル数濃度の10分の1以下に減っているということが分かりました。また、雲の延長構造も非常に異なっており、このようなレイヤー状の構造というのは、例えば熱帯東太平洋では見られていない。本研究の中では、この特に西部の北太平洋の下層の状態と人為的なエアゾーンの影響というのを解明していきたいと考えております。また、海洋上ではエアゾーンの供給メカニズムというのが重要な課題だと思います。まあ、この量にもしかすると応じて、降水のしやすさ、あるいは降水に必要な雲水量というのが決まっているかもしれません。また、本当に降水によってどんどんエアゾーンが除去されてくると、どこかでエアロゾルの最供給量とこの除去量というのが釣り合う状態になります。でその時にどれぐらい雲水量が残るかというのが重要な要素になってくると考えられます。じゃあ海洋上のエアロゾルどこから来るだろうか。一つはですね、アジア大陸などからの長距離輸送ということになります。もう一つは海の中の、まあ、生物が作ったいろんなものからですね、できる、エアロゾルが大気中に放出される。今日はこの後ですね、小野省の記念公園で国大に宮崎さんが講演されると思いますが、まさにこの辺をですね、扱った革新的な研究だと思います。まあ、航空観測をやることにより、大気エアロゾルや雲、それから、まあ、この辺の、海から出るような物質、あるいは海の中の、まあ、海食センサーによって、生産などを調べる、まあ、そういう統合的な、観測というのは航空機によって実現できるというふうに考えています。3番目に台風集中豪雨、これもこの後山口さんからですね、詳しいお話があると思うので、まあ、簡単にさせていただきます。まあ、社会的な背景としては、やはり台風集中豪雨が依然として大きな被害を出しているということが挙げられております。そのために台風が日本に接近する前に正確な台風の震度と強度の予測が必要となります。で特に今後地球温暖化により強い台風の数が増える可能性があると聞いております。しかしながらこちらは過去30年間の24時間の台風予測の誤差なんですが、台風の進路予報の精度はどんどん誤差が小さくなっているのに対して、その強度予報の誤差というのが30年間ほとんど改善していないということが報告されています。この辺は私が専門じゃないので、後で間違ったら山口さんとか坪木さんに訂正いただきたいんですが、まあ、その進路予報に関しては、やはり力学の的なバランスの把握が重要、つまり風のバランスの把握が重要であるということで、まあ、観測の都合と言われるような場所で、ブロックゾーンで観測などをすることにより、進路予報が良くなるということが、場合があるということが、実績としてある。まあ、これをどんどん発展させていきたい。一方、強度予報に関しては、おそらく熱力学的な要素が、やはり大事な要素だと。そうすると、どういう物質量が大事なのか。それ自身をまず理解していく必要がありますし、どうやってデータを同化していくか、その技術の対応というのが必要になります。航空機によって雲の三次元的な構造や、微物量、微空量を直接観測、それから航空機搭載のレーダー、それからドロップゾーンで、駆使してですね、急発達のメカニズムの解明というのが必要だと思います。それによってどういう物量が大事なのか、そういうことが、
航空機はとにかく数は限られてしまうので、できるのはケースがあります。しかし、メカニズムの解明という普遍的な知見を得ることにより、予防制度向上が行われ、そういう基礎研究によって防災に貢献できるというふうに考えております。また、現状へのさらに貢献という意味では、台湾の台風の観測ドットスターが重要な例だと思います。国立台湾大学の航空観測の実績に基づき、台湾の中央気象局が現在、現状の台風観測の航空機を使用しています。日本でもぜひ、それを実現できればいいかなというふうに考えております。最後に、地球表層システムです。人工衛星によって陸上植生のグローバルルールというのは得られるようになりました。ところが、こちらの航空機からの画像データのような、個々の森林の情報、あるいは森林の時間と認証の区別というのは、実は航空機にしか得ることができません。これらのミクロ量が気候にかかる重要なプロセスや生態系のサービスというのを示しています。また、海洋分野におきましては、例えば季節海氷の形成や融解過程の鍵となる氷盤、つまり氷の大きさ分布や形態の把握が重要な課題となっています。こちらの航空観測によると、大きさがわずか100メーターよりも小さな氷盤というのが、実は数でいくとほとんどを占めているということが分かってきました。このように航空機観測というのは、100メーターから1センチメーターを見る地球科学の新しい目を提供します。これによって、地球表層システム科学を飛躍的に推進すると期待されています。また航空機は、例えば大気観測と陸上植生観測、あるいは海洋観測と大気観測、そういった、同時観測を実現することができます。そういう航空機という共通のプラットフォームによって、研究分野を横断するような新しい分野の創設には期待されています。ちょっと時間がかかってきましたが、ちょっと話を変えて、自主体制の話をしたいと思います。共同利用、共同研究拠点として、名古屋大学の宇宙地球環境研究所に、気象台観測推進センターを設置していただきました。でこれはまさにこの航空機観測の実施主体として、ことを想定して、このセンターを設置いただきました。また、これ以外の、航空機観測の実施のある国立環境研究所、東京大学気象研究所、そしてジャムステックの研究者が代表者を務める、観測部会を設置しています。これらの、オールジャパン体制で、推進していくようと思います。さらに人民支援組織や機体運用組織、合計20名の体制で運用しています。これは50年にもわたる観測船の運用、共同利用の実績のある東京大学の大気海洋研究所の船舶のですね、運用実績を、参考にしながら構築したものです。私たちは長年航空機観測を、実施していきますが、このような体制により、また、早期開発からデータ解析というソフト、ハードを一体化した体制で10年間やることにより、戦略的な機器開発、そして若手研究者の育成ということにより、世界トップレベルのサイエンスができるというふうに使用していきたいと思います。想定される航空機は三菱の MRJ です。予算規模としては10年間で180億円です。社会的な価値としては、やはり防災、すなわち自然災害による人命、財産の損失の軽減というのは、地球科学者、特に気象学者の社会的な使命であり、国民から気象界に対して非常に強い期待があるというふうに考えています。また国内の動向としては、欧米の研究機関、大学は既に不可欠の観測手段として、多数の航空機を所有し、長年にわたり非常に大きな成果を上げてきています。このような背景もありまして、この高い観測技術を持つ日本に対して、航空機観測の空白域であるアジアに対して、ぜひ貢献してほしいという期待が来ています。そして、ぜひ一緒に共同研究をしましょうということが、世界からサポートレーターという形で来ています。WCRPWM をはじめとしてですね、多くの機関からぜひ日本に航空機を持って頑張ってほしいということが期待されています。地球科学の新しい目を持つというですね、本計画を推進し、気象学、そして地球科学の発展に貢献していきたいと考えています。これ最後のスライドになりますが、先ほど言いましたようにマスタープラン2020年というのは今から2年半後に、提案することが必要になります。
私としましては、その気象学会が航空機という大型のインフラを持つことにより、初めて可能となる大型研究を推進することにより、気象学会がより活力を得て、いいなというふうに考えています。で、このために皆さんとですね、ぜひ研究をしていきたいと、考えております。そのためにはですね、もっと気象学会の中からですね、多くの方にユーザーとして参加してほしい、恩恵を得る側に立ってほしいというふうに思っております。で、航空観測の一つ大きな障壁というのはですね、実は非常に厳しい、安全基準があります。例えば飛行中に火を出したらしまいです。ですので、スイッチ一つの資格があります。じゃあどうしたら初心者でも参加できるか。で、その初心者でも参加できるような、要するに航空機に記載、航空機に、観測機を搭載し、観測が実現できるようなノウハウを持った支援組織に協力いただく、準備をしております。これらの組織というのは、実は JAXA の航空機による無重力実験というのを20年間サポートしています。初めてですけども、例えば、飛行機の上でメダカを泳がせるとかですね、ろうそくの火を燃やす、そういった、観測、実験を実際に実現していく、ことが、また10年間という長期的な航空機が使えるよという有効性によって、機器開発のリスクの低減というのが行われております。先ほど言ったように、非常に特殊な開発要素があるために、次いつ航空機に乗せられるかわからないと危なくて開発なんかやってられないということが起こります。まあ、10年間という期間を設けることによって、若手研究者も安心して、チャレンジングな継続的な機器開発というのもできる環境を提供しています。また、海外からもですね、ぜひ多くの研究者に参加してもらいたい。一度修理改造を検査パスタですね、継続的に利用していいですよ。そのために大型の航空機を準備し、この際にですね、いろんな組織を持ち込んでいただく、そういうことを、目指しております。そして、サイエンスのアイデアの提供というのを、たくさんしていただいてですね、ユーザー対策をお送りしたいと思っています。海外の航空機観測、あるいは日本を含めて人工衛星観測では、モデル研究者など幅広い研究者が計画立案に、関与しています。航空機というのはあくまでプラットフォームにしかすぎません。どういう観測をするかというのがサイエンスです。ですので、口だけ出すというのも大歓迎なんですね。皆さんからぜひいろんなアイディアをですね、一緒にユーザーとしてですね、なっていただきたいなと思っています。で、最後にですが、データの二次利用ユーザーの獲得というのも必要だと思います。これまでの NASA や EU の観測のデータベースというのは、世界の多くの研究者が利用しています。で、日本のデータでも私たちリクエストベースで、特に海外から、たくさんリクエストが来るんですが、日本の気象学会でも、より多くの方が二次利用という方で、使っていただき、気象学会の方に、貢献できればなというふうに考えています。以上でございます。はい、どうも小池先生、どうもありがとうございました。それでは少し時間を取りまして、ご質問等を受け付けたいと思います。ご質問のある方、挙手をお願いします。大変緻密な計画で素晴らしいなと思いました。最後のところでその NASA とかそれから EU の私が訳しているドイツのものだと思うんですけども、そういう人たちは確かにすごく素晴らしい計画を開催しているんですけれども、そのアメリカとかヨーロッパに限らずいろんなところで観測を展開しているんですね。南半球に向けて。で、今回のこの計画はアジア行きが航空機の、観測の空白域だからそこを強化したいというお話でしたけれども、そういう他のアジア以外の地域でも航空機観測の可能性というのはどんなふうに考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。まあ、やっぱりその航空機は多くのいろんな形で使えて初めて価値があるものだと思いますので、アジア以外にも航空機を運んでいってですね、他の海外との共同研究の中にどんどん活用していただければいいかなというふうに思っております。他の、どうぞ。飛行機の中に見ますとモニターに気温だとか、書いてあります。
でそういうのを、こう飛行機で測ってるっていうのが、まあ、こういった、研究用の観測でなくても、こう日柄測ってるという部分が実はあるんですけれども、でどこにあるのかなと思って探したことがあるんですが、どっかでは使われているようなんですが、なかなかこう飛行機会社の事情とかがあって出てこないということがあるということも分かりました。でこうやってこう自分たちのこう観測機器が航空機が持てるようになったときに、そういったこう他で測っているというものがうまくこう活用できると、自分たちで測っているものにプラスで別のデータがあってというふうになると思うんですけれども、こういった計画の中でその他の航空機、普通のこう商用航空機で測っている観測データというのの位置づけというか関係については、どういうことが想定されているかというのをお聞かせいただければと思います。普通の民間航空機のデータをどのように活用するかというのはちゃんとは検討しておりません。で一方においてあの証券の松枝さん、あるいは福祉課長研究所の松枝さん、平脇さんなんかがあの民間航空機を使ってですね、CO2 メーターの連続観測をやられていまして、素晴らしい研究をされていると思います。あれは、まあ、基準をクリアするのは非常にハードルが高いわけですが、まあ、逆に一旦できればものすごい多くのデータを取る、まあ、例えば逆にそういうふうな、まあ、攻めの戦略といいますかね、あのそういうことも活用で展開して総合的な研究をできる。はい、どうも